大喜利のコーナーですということでございまして、はい、お題はこちら、鎌倉殿の13人で放送事故何やった1位どうぞ。はい、実は13人それぞれ別の時代からタイムスリップしてやってきた。はい、何言ってるか分かりません、ね、どうぞ。僕ら主演の人が言ったんでしょうね、はい、まさか一人13役だったとは。ということでございまして、鎌倉殿の13人の放送事故は14人目に雪男でした。さよなら。